ちゃおう。どうもボルタでーす。本日は、先週ですね、福岡の方にまだまだ遊びに行ってまいりまして、福岡の方にあるエクストララージ、はい、こちらのゴリラのブランドのお店さんでございますけれども、そちらの方に私一着お洋服の購入してまいりましたので、ご紹介できればと思います。それでは行きましょう。はい、ということでこちらでございますけども、ラージのおなじみの袋でございますけれども、白にね黒のゴリラのエクストララージのロゴが入っております。こちらの方に中身が入っております。出していきましょう。はい、ということでこちらでございます。じゃじゃーん。はい、はい、よくないっすか、これよくないっすか。全体的にはネイビーで、ここにワンポイントロゴでラージで、今回の、買わせていただいたエクストララージのシャツ、これコラボのものになっておりまして、エクセルので買ってます。裏がこんな感じです。ドドンと、この表のワンポイントが裏だとデカデカと入っておりますよ、ということで、こちらのモデルがですね、ご紹介させていただきますけれども、私もねちょっとね、このコラボしてるところはね知らなかったんですけれども、公式サイトなので載っておりましたので、エクストララージかける、これはフレンシャースケートクラブっていうなんかスケートボードブランドの、があるらしく、そことのコラボでラージが今してるみたいで、ロサンゼルスのフレンシャーにてスケートカルチャーに根ざしたカジュアルブランドとして2010年スタートしたフレンシャースケートクラブ、ブレンド創設者であるトービー・マッキントッシュが14歳でブランドを立ち上げ、これまで数々のローカルブランドや老舗のレーベルとタッグを組み、印象的なプロダクトをリリースしてきたということで、なんか有名な、スケートボードブランドの創設者のトビー・マッキントッシュさんって方がいるのかな、って方がブランドを立ち上げて、そことのコラボということであるみたいです。で、それがこちらになりますよ、ということで、まあ、早速、ご紹介していきたいと思いますので、着てみたいと思いますよ。あ、で実際に福岡店の方にも行ってきましたので、そちらの映像もちょこっとございますので、ご紹介できればなと思います。行きましょう。で、こちらなんでございますけれども、裏で見せた方がいいかな、裏の方がデザインが大きく書かれておりますので、全体的にはコラボの、ロゴを入れて、スケートボードクラブなのでね、ロゴを入れてラージのゴリラが入ってて、差し色で赤と、この金のね、このネックレスみたいな、金っていうのかな、わかんないけど、これがね結構色味が良くてですね、こちらの方がですね3色展開で、あと白と黒もあったかな、でこのネイビーということで、どれにしようかなと悩んだんですけど、このカラーリングネイビーがね結構いいなと思って、でこのカラーリングも結構いいなということで、今回はこちらを購入させていただきました。はい、ということで、いかがでございますでしょうか。はい、結構ね、おデブちゃんの俺でも 2XL で結構ねゆったりと着れますので、ぜひぜひおすすめでございますよ。いや、かっこいいっすね、このワンポイントがやっぱりね映えますね、やっぱりこの金のね、さっきのチェーンの感じと、この赤色がね差し色で入ってるし、ロゴはね前の方はちっちゃいですけど、こうしてね後ろの方はドドンとデカデカと入っておりますので、めちゃくちゃ この時期ね、もう九州の方はだいぶ暑ございますので、あっちのね東北の方とか北海道とか比べるとですね、こちらの方はもう日中はだいぶ暑くなってきましたので、 T シャツでちょっと薄手のものとか欲しいなということで、今回はこちらを購入させていただきました。バチバチにかっこいいでございます。いいね、皆さんもぜひぜひ、これ結構ねオフィシャルの方でもまだ残ってたかな、先ほどご紹介させていただいたビーズイントっていう公式のアプリがあるんですけど、でも残ってたし、店舗でも結構残ってる感じがあったので、ぜひぜひ
いろんなところにあると思う、まあ、都会の方とかやったらいっぱいあると思うので、東京とかやったら普通にあると思うので、そちらの方でね、めちゃくちゃいいデザインでございますので、お買い求めしてみてはいかがでございますでしょうか。やっぱりね、これ新品のね、この T シャツでまたお出かけするっちゅうのがやっぱテンション爆上がりでございますから、サイ&コーでございますということで、皆さんもぜひぜひエクストララージ好きな方は、服が好きな方はぜひおすすめでございますので、買ってみてはいかがでしょうかということで、こちらの動画が良かったと思われた方、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイチャー。